てこんばんは。こんばんは。だるまありがとう、ハートありがとう、こんばんは。ほんとありがとう。はい、ありがとう。こんばんはです。じゃじゃーん、いいな、ほんとありがとう。どんべー、そばにしたんだ。そばだよね、その赤い。どっちもある。どっちもうどんにした。あ、そうなんだ、うん、あのオレンジのやつ、うん、めっちゃ美味しかった。へえー、ちょっと王道な2つ取ってみた。食べたことなかったけどさ、オレンジのやつ。うん、うどんが好きなんだ。うどんが大好き。ありがとう、お手紙。え、待って、5分なの、こっち。こっち3分。あ、そばって3分なんだ。うん、へえー、どん兵衛美味しいよね。ありがとう、手紙。ハートもありがとう、顔もありがとう。みんなも食べたんかな。みんなもう買いだめてる。どんべまだ。どんべ食べてる方いますか。今あ、もう終わった。今のまだ21、うんうん、がイベントで今買いだめないかんとか今結構分かってる。こんばんは、ありがとう。スノードーム、ありがとう。手紙、ハートもありがとう。ミキもありがとう。どうなんだろう。手紙ありがとう。ユキもありがとう。かわいい、ありがとう。スノードームありがとう。ユキの結晶ありがとう。あ、買いだめしたよ、ありがとう。ふっくら揚げ、後乗せサクサク、いいです。こんばんは、またありがとう。イベント当日でもいいんだ。21日に買いだめするのね。じゃあ年越しはみんなどん兵衛だね。うん、なるほどね。いいね。え、私去年これで年越した気がする。え、ゆめもね、うん、あ、地域外だけど食べます、ありがとう。食べ、いや普通にいいの、自分で買ったもん。あ、そうなんだ、うん、どん兵衛。こんばんは、ハートありがとう。どん兵衛で年越した。自分で買って年越した。そば、そば、どん兵衛のそば食べた、うんうんうん、いつもゆうねはありがとうございます書いてる。みんなのファンの人いつもくみちゃんにお礼言ってるそう、生誕の時もめっちゃ言ってもらった、ね、なんか仲良くしてねみたいな、うん、手紙ありがとう、ハートありがとう。妹が家の推しになってた、嬉しい可愛いって言ってたを勝手に推しになったって変換する。今日誕生日なんで結婚してください、うん、いや、どっちから食べようかな。でも緑安定に美味しいよね。そう、どっちも安定だよ、ね、分かる。でもそばなんかちっちゃいやつ買った、なんてこれちっちゃいサイズあるやん。そうなんや、このぐらいおにぎりサイズ、おーを年越し買った。ありがとう、だるま。こんばんは。12月毎日どん兵衛だった。そうだよね、あの時もだよね。みんなさ、ブリトー、そう、ブリトーだブリトーの時もみんないっぱい食べてくれてた、ありがとう。ハートありがとう。マスカラ今日はラブライナーですもばめきました、よかったです。ハートありがとう。ありがとう、ゆき。名古屋はどっちなんだ。なんかさ、関西風とかあるよ ね、 あるよね。違うよね、わかんないけど、ね、全然わからん、わかんない。うん、ありがとう。名古屋ってどっちなんだろうね。どっちもいける。うん、なんかね、わかる。福岡と違うのかな、今食べてるやつ。わかんない。あ、福岡、九州ってどうなんだろう。西日本だと思う、福岡と一緒。うん、本当ありがとう。24申し込んだよ、ありがとう。
とう、ありがとう。イブ一緒に過ごそうね。まあいい、いいな。そう、公園あるから。S だよ、待ってます。またありがとう。どん兵衛の肉うどん食べたことない。めっちゃ美味しい。いや、あるんだ、食べたこと。茶色のやつ。へえ。めっちゃ美味しい。食べたい。ありがとう、小判もありがとう。こんばんは。お前、今の方向に行きたかったけど行けなかった。ずっと言ってた。ずっと言ってた。お、昨日最善。ありがとう。昨日の決勝ありがとう。結婚して嫌です。池田るもありがとう。手紙ありがとう。EW 何それ。関西が、関西が W、 どこに関東が E。 どこかに書いてない。どこに書いてるの。いい、ほんとだ、E、 関東だ、関東。関東なんだ。こうちゃん、ありがとう。ってことはさ、くるみちゃんが食べたやつは違うんじゃないか。そうだね、私も自分で買いに行ったから違う味食べてたんだよ。向こうの味食べてる。見かけ、私アホ。そう、じゃ去年にもらった食べ比べたらよかった。食べ比べよ、ね、私。水色のくまちゃん、ありがとう。こんばんは、くまありがとう。この水色のクマってさ、期間限定？いや、わかんない。でも最近見るよね。かわいい。かわいい。こんばんは。またありがとう。24申し込みなので、今年最後にくーちゃんに会いたいですね。ぜひ。待ってまーす。やばい、明日冬込んだよ。明日じゃない。明後日冬込んだよ、みんな。あんま実感ないよね。うん。もう完璧。うん。ありがとう、水色のクマ。手紙ありがとう。ありがとう、メリークリスマス。え、これ。ね、配信ってさ、オープニングアクトもあるの？どうなの？めっちゃ気になってたのね、今日。うん。ハト、ありがとう。オープニングアクトも配信してくれるのかな？してほしいな。どうなんだろう。ありがとう。そのままありがとう。お、冬コン行きます。ねえ。ありがとう。引きの決勝ありがとう。レンボさんありがとう。こんばんは。エスコンからの千秋楽からの日曜日は奈良に行ってきます。すごい。素晴らしい。ありがとう。ね。もう今週末は千秋楽ですからね。寂しいね。そっちも実感ない。なんかもう来週もありそう。あと、ありがとう。本当ありがとう。雪の結晶ありがとう。またありがとう。こんばんは。お、 S 行きます。待ってます。え、配信中コンってないんだっけ。ハルコンってそもそも配信なかった、うん、よね。だから、あ、どうなんだろう。あ、ないんだ。めっちゃあると思ってた。ごめんなさい。 ご情報をお願いしました。ハト、ありがとう。編集役見に行きます。ありがとう、待ってるね。ハンカチ10枚ぐらい持ってきてね。I love you、 ありがとう。ないんだ。あると思ってた。うまい、もうなくなっちゃう。買ってたのか。いつ買ったのそれ。見張ってる前。今日？
食べきりそうなの食べちゃえ、もう頑張ったから、うん、だるま、ありがとう、ハート、ありがとう、あとありがとう。やばい、今めっちゃな手だけ踊りそうになっちゃった。やばいね、うん、危ないです。本当ありがとう。リハ終わった後ってね、口ずさんじゃいそう。そうなんよ、いっぱい聞いたからさ。よくないよくない危ない、やめて。千秋楽はよく見える席です。さすが、ありがとう。本当ありがとうDMM 見て一人で泣く予定ですありがとう、 ありがとう。でもちょっと笑顔で終わるのが理想だよね。ね、確かに。ミクタルもありがとう、ハートリート。コバありがとう、ありがとう。めっちゃ今頭にあるからさ。ね、わかる、めっちゃいそうね、うん、やばいです。今千秋楽 A 列でした。最善じゃん、おめでとう。本当ありがとう。お手紙ありがとう。あー、関係ない曲を口ずさんでごまかすでもさ、そしたらさ、それ歌わんのやんってバレるやん確かにね。日本終わりです。ゆねちゃんは今グミを食べてます。うん、何食べてますか。グミ食べてます。美味しかった、それ一つもらったの。 I love you、 ありがとう。あ、じゃあ、ありがとう。結婚して嫌でーす、ね、消去法まあでもみんなが予想してるあれ歌うからねどれ予想してるの。みんな、そう、みんなあれ予想してるから。何、みんなの予想聞きたいちょっと書いてみて、みんな。絶対何も言わないし何も反応しないけど、あ、別のアイドルの曲。なるほどね。うん、ありがとう。鳥ありがとう。こんばんは。ハートありがとう。24の公演が当たるとクリスマスイブを一緒に過ごすことができます。最高です。毎日でしょ。あれ、そうそう、あれあれ、そうなんです。あれです。何よ。あれやっぱやるよね。うん、あれはやるよね。あれはやる。めっちゃ楽しみ。ありがとう。やっぱあれやんなきゃね。そう、あれやんなきゃ雪解けしよう、ありがとう、ありがとう。楽しみだな、マイク歌いたいな。楽しみ、ハートありがとう。マジあれあれなのね。そう、あれだよ。そう、あれなんですよ。あれなんですよ。そうなんです。あ、24仕事ファイト。うん、え、これやる？オープニング？私今日オープニングエスケープしたよ。みんなしてる？やる？これやっちゃう？流行語大賞なの、あれ。あれって流行語大賞なの。すごい。あれ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 だよ。あれあれ。あれであの衣装か、そう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 、あれ着て、あれ踊って、あれ歌うの。いいよ。だからあのコールしてね、よろしく。楽しみにしてるね。うん、あれ。ありがとう。虹色の悪魔、ハートありがとう。おーん。ね、エスケープめっちゃさ、すごいよね、 YouTube の再生回数ね。嬉しい、ありがとう。すごいことなってて、びっくりした、気づいたら。嬉しい。千秋楽外れちゃった、モニカン行くね。あー、ありがとうね、応募してくれて
ありがとう。ありがとう。ありがとう、雪の結晶。こんばんは。手紙ありがとう、雪の結晶ありがとう。で楽しみにしてます。あれで、あの時クルちゃんコールして、あれでサイリウム振り回して。こんばんは。楽しみだね。楽しみ。何するんだろうね。ねえ、キラキショ、ありがとう、ありがとう。またありがとう。うん、24、当ててね。こんばんは。あ、なんだっけ、なんだっけ。何？トレードだ、トレード。ね、言葉出てこなかったの。うん、当たる奇跡待ち。当たりますように。もし出たら。可愛い、キラキラ、ありがとう。ハントもありがとう。来てくる、クマちゃん、可愛い。うん、眠たいね、今日も。ありがとう。ありがとう、メリークリスマスのそれかわいいね。クリスマスね、やばい、もうすぐクリスマスね。24、5、今11、あと2週間ぐらいかな。またちょっとお正月で明けましておめでとう言ってるのやばいね。この前さんじゃないやでさ、みつきちさんに良いお年をって言って帰ったもん。あ、そうなんだ。もう年末、ありがとう、スノードーム。年越しが近づいてきてます。いつも何して年越すの？普通に年越す？うん、普通に年越す。でも大学1年の時一回あれ行った、なんか年越しのなんだっけ、神社宮前、うん、行った、すごい人で、へえ、すごかった。一回行った。年越しね。どうして嫌です。初詣だ、それそれそれ。うんうんうん、初詣にね。そう、東海でも良いお年をってめっちゃ言ったね。わかる、ね、言ったよね。東海めっちゃ前じゃない？10月とかだね、うん、10月にハロウィンが最後だったよね。そう、言う、私を言った。ありがとう、手紙。え、分かんない、普通以外を知りたい。分かんない、なんかジャンプするとかあるじゃん。うん、何する派？え、何もしない。何もしない、起きてはいる。うん、テレビ見て、うん、年越して明けましておめでとうっていう普通のやつ。うん、分かる。でも紅白見て、そうそうそう、続いた年越してて、で、そば食べて、限界が来て寝るって。分かる分かる。で、ゆっくり起きて、そうそうそう、お雑煮食べて、そう、いい正月過ごしてたわ、うん、またありがとう。さすがに年越しのあれは起きてたい。分かる分かる、全然起きてた。今年は絶対に言うのは確実に起きてる。そうだね、寝てたらやばい、ね、ライブ中ステージ一番下っ端がやばいじゃん。こんばんは。そうだから、年越しそばも年越してから食べる派だから。なんかさ、年越す前に食べる人いるじゃん。でも年越してから、ね、そう、1時とかに食べる。年越してから食べる人。やば、2週間、やばい。2週間で年越し？違うか、2週間でクリスマスか。ね、私のクリスマスは、お正月はもうね、みんな知ってるけどね、何しようか、私は、うん、え、何が、ね、正月に私が何をしてるかみんな知ってるじゃん。あー、そうだね。はい、ありがとう。そう、ゆねちゃんの年越し配信やろうと思ったらできるよね。
年齢はちょっとライブしてそうできないけど、うん、年齢はできるよね、うん、もう悩みなくていいの、逃走中見なきゃいけないから絶対配信しない。あ、そっか、なんかいつもあるよね。うん、くっつかないから。うん、私今年年末何見て過ごそう。いつもせガキツカ派だったの。あ、ガキツカ盗撮になったっけ、うん、ってわけじゃないか。違うね、それが違うね。なんか変わってた、 お笑い番組に変わってたけどね、うん、逃走中私も好きだよ。本当見る、嬉しい、めっちゃ好き。うん、面白いよね。そう、お笑い系を見て過ごすの、いつも。ガキツカね、ガキツカ大好きだった本当にだから今年もお笑い番組あるのかな、それ見て過ごすかも、ね、I love you、 ありがとう、ハートありがとう。みんな紅白見るのかな、どうなんだろう。でも紅白のことが多いかも。紅白ありがとう、ゲームスターありがとう。紅白はね、そう、あんま見ない。見るけど、なんか同時進行で見るの。CM 中にこっち見て、じゃ CM 中こっち見るみたいな、うんうん、なんかおばあちゃんたちがさ見てるからね、紅白出てるから誰々出たよみたいな、さ新聞に載ってんじゃん、うん、順番が、誰々来たら読んでねみたいな、うん、そうそうそう、なんかそう、どっちも見てるのは見てるんですよ。全部だから見れてはない。わかるわかる、中途半端には見てる。でもなんか最後の年越す瞬間は紅白かもそうなんかどっちが勝ったわ、君なり赤白どっち勝ったえ、どっちやったみたいなそうそうそう、今年どっちだったのみたいな聞くよね、うん、あ、そうなんやって、うん、ありがとう、ゆうきだるま、お手紙ありがとう。旅行行ってるだろうな、すごい、いいな、ね、いいね、行ったことない、正月旅行みたいな。年越し旅行めっちゃいいじゃん。いいね、どこがおすすめなんだろう。確かに、あとありがとう。でも寒そう、どこ行ったもん。そりゃそうか沖縄とか行ったら、沖縄寒いっしょ。寒いん、ね、分からん、分かんない、こっちよりはマシじゃない。沖縄行ったことない、私もない。行ってみたいよね、冬に行きたいな。でも、え、夏に行くのが大変じゃないの。え、もう暑いじゃん。ありがとう、デスノードーム。なんか海とか、春ぐらいがいいな。焼けちゃう、うん、でも海入るんであれやりたい、なんかさ船のまんまさ潜ってさ、あ、魚をガラス越しに見たい。わかるわかる、自力では行きたくないロケとかだったら最高だけどめっちゃすごいじゃん。いや、でも私 K-POP アイドル好きだから見たい、紅白。ハート、ありがとう。あ、カラオケ来ちゃった。いいよ、全然。イヤホン持ってない。間違いない。イヤホン持ってないとさ、曲すら流れんよね。うん。わかんない。沖縄今あったかいって、今行って沖縄いる人いた。そうな、沖縄行きたい。今行きたい。マジで冬に行きたい。え、あれ食べたい、そば、沖縄そば、なんだっけ、ソーキそばみたいな、それそれそれ食べてみたい。そう、ハンバーガー食べたい。ロコモコ、じゃロコモコハワイ違う、ハワイ、ハワイ、ハンバーガーがいいよね、食べたい。私あれ好き、チンスコ、大好き、美味しいよねなってて、おばちゃんの会話ないけどもう甘いもの好きだから2人ともマジでありがとう、雪の結晶思ってた美味しい、あれね、行きたい行きたいね。どこに行ったら何食べたい、
バッって言ってけん。うん、私はもう、なんかあるの。そうだな。A の一個ある。何？石川でカニ食べたい。何がいいかな。でも北海道行って海鮮食べたいし。いいね。もうやばほど食べたい。やっぱ新潟とかお米違うのかな。美味しかった北海道の海鮮。キョッピーと二人食べて。食べたい。ウニ嫌いなの。けどめっちゃ美味しかった。じゃウニデビューしたことないの。ウニデビューしたい。うどん食べたい。香川の。行きたいね。なんか中身が言っててめっちゃいいなって思った。もう記憶ないもん。京都食べ歩きしようよって一時期言ってたよね。言ってた。ね、行きたいな。なんかさ、ああいうとこってさ、もうお餅とか抹茶味とかじゃん、ね、好きだもんね。大好きだからさ、マジでそういうの好き。今日の決勝ありがとう。やっぱ新潟のお米美味しいんだ。コシヒカリかの、お米食べたい。お米いいな。お米大好き。で、もうお米なんていくらでも食べれるから。わかる。あ、中華街ね。なんかさ、でも北海道とかさ、回転寿司とか行ってもマジなんかレベッチみたいなの言うやん、うん、やっぱ違うんだ。らしいよ。本場じゃない、なんて言うんだろう、なんて言うんだろう、ね、取れるからね。スープカレーも美味しかった北海道。スープカレー、スープカレー、ほぼ汁海鮮の、うん、ただあ普通のスープカレー、うん、めっちゃ美味しかった。本当ありがとう。旅行行きたいね。ね、いいね。くまちゃんありがとう。もう食べたい、ひたすら食べたい。わかるわかるわかる。北海道宿泊先の朝食バイキングで海鮮食べれる、海鮮丼。なんか言うよね。なんかね、私ちっちゃい頃に行ったのだから記憶がなくてさ、そう、もう覚えてないの全く。ありがとう、行きなきゃしよう。北海道スープカレー有名なんだ。そうそうそう、めっちゃ大好きで、めっちゃ美味しかった。いいなぁ。ハートありがとう、かわいい、ありがとう。イクラ食べ放題、なんかさ、イクラさ、めっちゃ乗せてくれるようなお店あるじゃん。たまに出てこない、なんかさ、丼があって、うん、あ、なんかストップっていうのも出てくれるじゃん。そう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 、あれもう言わずにいたい、ずっと食べとくから。イクラ好きそうな顔してるよね。イクラ好きそうな顔してる。うん、ほんと大好き。でもいや、イクラ苦手なんだよな。あ、そうなんだ、うん、チーズとかあるじゃん、なんかストップしてくださいね。うん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 、なんか遠慮せずに、もうずっと言わずにいたいもん。え、なんかさ、店員さんが困るぐらいまでさ、なんて、えっとなんかさ、くるみちゃんさ、なんて、イエーイみたいなの言うわけじゃなくて、つがせてそう。なんかでもさ、お互い困るみたいな。一旦さ、なんかいいぐらいまで行ったらちょっと止まらない、なんていうの、スピード遅くなるじゃん。だからなんかそういう ところで、あ、ありがとうございますって言っちゃう。逆に遠慮して、いい、そう、もうちょっとくださいって言えない。まだお願いします。いいね。でそこちょっと変わるわ。あ、ついてもらってくる。あ、そうだね。ちょっとその時だけゆねちゃんのご飯こっちにしとくから。お願いします。ね、ツアーで北海道行ってよ。いいな。楽しかった。こんばんは。もう20分なっちゃった。本当だ。そろそろやめますか。ね。30分の予定だったので、じゃあスクショします。スクショします。オッケー、お疲れ、ありがとう、ハート、ありがとう。オッケー。では皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。フリコン。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。待ってます。オープニングから待ってます。ちょっと早めに来てください。40分かな。うん、多分20分前よりちょい前ぐらい、うん、来てください。お待ちしてます。じゃあね、出るのでありがとうございました。バイバイ。